こんにちは、ちさきチャンネルのちさきでーす。ん？って。ちーちゃん今日顔どこ？って。ちーちゃん今日顔どこに置いてきたの？って思ってる人多いと思うんですけれども、まあ、今日はね、動画を撮る予定がない日で、もう夜になってお風呂も入って寝るだけなんですけれども、ちょっと待ってよ、と。腹減ってね、ということで、CM しよう！食べていきたいと思います。はい、ということで早速。いただきます。これがね、前に動画でも言ったんですけど、うちが大好きなセブンのレジ横にある春巻きです。いただきます。これ食べたことない人いたら絶対食べてみて、絶対美味しいから。これの欠点といえば、3秒で食べ終わっちゃうとこ。飲み物はキレートレモンのジュースにしました。珍しくジュース。しっぱっ、うまっ。てかね、もう気づいてる人多いと思うんですけど、うちも買ってから気づいたの。今日ほぼほぼ中華なのよ。うち相当中華食いたかったんだなと思って。はい、では餃子からいただきます。もっちもち、めっちゃ美味しい。これね、一回食べたことあるんだよ、確か。セブンの餃子ね、めっちゃ美味しい。次シューマイ。うん、シューマイ久々に食べた。美味しい。うち普段ね、自分でシューマイ買って食べることあんまりないんですよ。シューマイ食べるなら餃子食べたいみたいな。今日謎にシューマイ食べたい気分で買ったんですけど、美味しい。じゃあ次、チャーハンいただきます。ん？夜に食べるからますますうまいんだろうね。相当うまい。3ヶ月ぐらい前に深夜飯の動画一回上げたんですけど、それからね、深夜飯の動画また見たいですっていうコメントが結構あったんですけど、さすがのうちもね、深夜に食べるご飯っていうのは罪悪感があるんですよ。だからちょっと遠ざけてた動画ではあったんですけども、今日はね、日中そんな食べてないし、いつやるの？今でしょっていうタイミングがやってまいりましたのでね、ええんです。やっぱり思うわ、中華好きだわ、うち。うち親友とね、横浜の中華街よく行くんですけど、よく行くって言っても3回ぐらいか行ったの。でも2人とも中華街大好きっていうか中華がすごい好きで、でいつも一緒に行く中華のね、食べ放題のお店があるんですけど、そこに置いてるなんかパオっていうのかな、あのなんか白い生地になんか角煮みたいなやつを挟んで食べるやつがあるんですけど、そのね、あの別に角煮挟まなくてもこのパオっていうか、この生地が2人とも好きで、でこうなんか開くからさ、2人でね、ザイスって呼んでたんですよ。その子と会うたんびに、さっきザイス食い行こうぜって言われるの。
ザイス食い行こうぜって旗から見たらやばい会話してるよね。でももう少し落ち着いたら中華街に限らずね、いろんなとこで食べ歩きの動画撮りたいなって思ってます。なんか東京にね、餃子100個食べたら無料っていうお店があるらしくて、やってみたいって思ったんだけど、冷静に考えて100個って絶対難しいじゃないですか。でもね、男性100個、女性50個のチャレンジメニューのところがあって、そこは行ってみたい。でもどうなんだろうね、100個の方は餃子がちっちゃくて、50個の方は大きいのかもしれないよね。スーパーで売ってるようなちっこいシューマイ100個だったらいける気する。お腹減ってる時に買い物行けば、買いすぎちゃうとこう本当に良くないとこだわ。今度からお腹いっぱいの時に次食べるご飯買いに行こうかな。マシュマロ食感生チョコクリーム&チョコ大福、こんな感じ。いただきます。食べかけダメな人見ないでね。中に生チョコがねたっぷり入ってるんですけど、口の中に入れた瞬間もう溶ける、溶け広がる。じゃあ最後、大好きな杏仁豆腐。前にね、動画でうち杏仁豆腐好きなんだけど、おすすめの杏仁豆腐あったら教えてくださいって言った時に、セブンの杏仁豆腐美味しいですよって教えてくれた子がいっぱいいたんですよ。でね、うちセブンの杏仁豆腐食べたことなかったので、今日は買ってみました。いただきます。うん、濃厚、めっちゃ濃厚。うん、濃厚だけどマジで口の中に入れた瞬間なくなる。飲み物レベルだこれ。まるで魔法の口どけ。いや本当にそうだわ。釣りじゃない。これ本当に口の中に入れた瞬間なくなる。最後の一口いただきます。完食、ごちそうさまでした。はい、ということで深夜飯を食べていったんですけども、罪悪感に今ちょっとだけ襲われていまして、まあ、走りに行こうかななんて考えてるんですけども、でもまあ明日控えれば大丈夫っしょ。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。せーの、バイバーイ。
「そんなこともわからないやおならばやお」